はい、皆さんこんにちは。脳科学の専門家、ブレイニスト和佐修司です。はい、和佐貴代です。さて、最近ですね、山本太郎さん知ってますかね、政治家の山本太郎さんの、応援演説とかをですね、よく、難波とかで拝見することがあるんですけども、ちょっとはですね、今日ですね、うちの奥さんが山本太郎さんのことをですね、得意の九星気学を用いてですね、その星回りを分析してくださったようなので、ちょっと今日はまずそのお話から、お聞きいただければなと思います。では高代先生、お願いします。はい、もう本当はなんかあんまりこう政治ネタとかはあんまりな内容かもしれないんですけれども、7月21日がですね、選挙、参議院選挙ということで、今周りをね、皆さんのお家の周りも多分演説カーとか、いろんな街頭演説とかあると思うんですよね。で、政治に興味がないともううるさいだけに聞こえるかもしれないんですけれども、どんどんこう今政治が変わってきてるなと思っていて、でその中でたまたまもう今ネット上本当にこう多分 Facebook とか自分の知り合いの人がこうシェアしたものが上がってくるので、多分私の周りの人たちが興味があるからかもしれないんですけど、山本太郎さんの演説とかいろんな方がシェアされてるので、ふとあ、この人どういう人なんだろうなと思って、ちょっと旧姓を見てみようと思って先日ちょっと探してみました。で、山本太郎さんは1974年生まれで、星回りとして八白土星っていう星回りなんですね。で、八白土星ってどんな人かっていうと、基本的にはそんなに目立つのが好きな方ではないはずなんですが、なんていうのかな、自分の中にすごいしっかりした意見があって、でそれを普段はこう動かさないんですけど、何かあった時にこう本当にこうボンと外に出してきたりとかするタイプなので、周りから見ると最初はおとなしい人って思われがちなんですけれども、コツコツしてたりだとか、地道なイメージがある人が多いんですね。でも彼って今すごくこう目立つ行動をしていらっしゃるので、ちょっとそういうところからすると八白って意外だなって最初は思いました。でもやっぱりこう見ていって思うのが、最近こう動画をシェアされてるのを見て、彼がどんなことを言ってるのかなと思ってこう過去の動画とか YouTube とかで見てみたところ、本当に勉強されてるなってまず思ったのと、すごくこうなんて言うんでしょうね、質問とかも言ったら周りから見るとちょっと嫌な手法かもしれないんですけど、本当に、結果こういうふうに導くために一個ずつこう、証拠とかいろんなのをこう積み上げてコツコツ手法がなんかコツコツなことを結構やってらっしゃるなと思うので、そういうところが八白らしいところが出ているかなというふうに思いました。で、彼は生まれつき弱い臓器の中に胆のうとか肝臓が入っているので、彼の演説の中では結構怒りっていうのがメインで出てくると思うんですよね。こんなのでいいんですかみたいな感じでこう怒りを助長させるような手法が出てくるのは、そこ彼のそういうところがウィークポイントとしてあるので、怒りを使う方が彼は自分の思いとかを最大限表現することができるんだろうなっていうふうにちょっと予想をしました。で、あと、彼の歴史をちょっと見てみると、昔々そのたけしの元気が出るテレビっていうのにダンス甲子園っていうのがあって、1990年にそれに出ていらっしゃるんですけれども、その時っていうのが16歳ですか、高校生の時に出てるんですけれども、その時っていうのが3匹木星の位置で出てるんですね。で、3匹木星の位置っては他の人の時にも言ったことあるんですけど、電波に乗せる方がこう拡散力がある時なんですね。なのでネットでもそうだし、テレビでもそうだし、ラジオでもそうだし、そういうこう電波に乗せるっていうことがすごく拡散の力を発揮してくれるんですね。なのでそういう意味ではちょうど
あれに出たことによってこう人の目に触れるっていうのにはすごくいい運気に彼は、遭遇してたなというふうに思います。であと役者デビューした時っていうのが視力木星の位置に行ってる時、翌年1991年なので、そこは発展という形で、まあ、形を変えたりだとか、今ある形を発展させるとかっていう意味があるので、ちょうどそこでこう転じたところもすごく良かったなと思います。でその後ちょっといろんな政治活動だったりいろんなことがあって、実際その低迷した時期もあったんですけれども、政治活動を実際始められたのが2011年、それが、六白金星の位置に来て起こってるんですね。でその時にやっぱり本当にいろんな人と出会ってる。六白金星ってすごくこう収縮するエネルギーがあるので、人を引き寄せてくるっていう、そういうエネルギーがあるところで本当に今の自分を作るようないろんな出会いがあったんじゃないかなというふうに推測します。で2012年の選挙に出たけれども落選したりとか、あと、まあ、政治活動のせいで、収入が減ったり、結婚をしたけれども、まあ、すぐにご離婚されたりっていうのは実は収穫の時なんですけれども、実はその政治活動をするにあたってちょっと実は少し早かったっていう、旧姓から見るとちょっと早かったのかなというふうに思います。で実はその次の年の2013年が、八白土星が元の位置に戻るっていうね、ところに来て実は当選をされるんですけれども、やっぱりそこに本当は持ってきた方が実は良かった。でもやっぱり2012年のその時の失敗とかいろんなことを踏まえて2013年があるので、それが、イコール失敗だというふうに彼は捉えてないと思うし、それによっていろんな絆も生まれていると思うので、私はその運気に、逆らったからって言って、まあ確かに得られるものは減るかもしれないけれども、その経験自体はすごい尊いものだったんじゃないかなというふうに思います。で今年は2019年、彼は、八白土星、今年が八白土星が中心に入っている年なので、本当にいろんな人と人をつなぐっていう役割があるので、今回彼は比例で自分だけ東京選挙区で出るとかっていう自分のための選挙じゃなくて、党首として、出たっていうのはなんか分かってはか分かってないか分からないですけど、旧姓的に見ると本当に自分の今年の運気をうまく使おうとしているなっていうふうに思いました。自分が中心軸になって周りに影響を与えていける年であるし、人を支えてあげることができるし、自分がこう軸になるっていう年になるので、党首になったことであったり、他の人を擁立するために動くっていうのは彼自身にとってすごく今年の運気をうまく使える一つの手法だと思います。ただ、今年はそれだけ求心力があるんですけれども、やはりもうすごい、多分今めちゃめちゃすごいスケジュールだと思うんですよね。だから今年はいかにそれをいろんな人に振ってって、自分だけの力じゃなくてみんなに助けてもらって自分の負担を減らせるかっていうところが、最後まで頑張れるかどうかであったり、最後の、まあ当選できるかどうかっていうのもかかってくると思います。なので今動いてらっしゃるのは寄付とかいろんなボランティアの方が動いてくださってるというふうにテレビでもおっしゃってたみたいなので、そういった意味ではそれをうまく使えていれば思ったよりもいい結果が出てくるんじゃないかなと思います。でまあこれは今からお伝えすることは私自身の、経験というか体験からのお話なので、皆さんにとって役に立つかどうかわからないし、果たしてそれが真実かどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、私はまあある乳児院で勤めていたことがあって、で、まあ、なぜかっていう理由については、いろんなこう個人情報とかいろんなことがあるのでお伝えしないんですけれども、私が勤めていた乳児院に山本太郎さんが来てくださったことがあったんですね。でその時に私はちょうどその日休みだったんです。だから実際お会いはしてなくって、で俳優をされていらっしゃった時だったみたいなんですけれども、彼がまあ乳児院の中に入ってきて、で、いわゆるその大きな子たちがいる養護施設と乳児院というのは別棟になっているんですけれども、養護施設の方に訪問してくれた時に乳児院の方も来てくれて、でその時に赤ちゃんを抱っこしてもいいですかっていうお話があって、でその時にこう大きなこうドクロ の指輪をしてらっしゃったそうなんですけれども、まあ、それを
あの赤ちゃん抱っこする前に、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいって言ってその指輪を外されて、それから赤ちゃんを抱っこされたっていうエピソードがあって、もうその時の保育士さんたちはみんなこう、もうあの人本当にすごくそういう気遣いができるから素晴らしい人ですよねって後から私出勤した時に教えてもらって、みんなあのすごいいい人でしたよっていう風になってました。だから私の中ではみんなからそういう話を聞いていて、あ、そういう素敵な人なんだねって、なんか見た目とまた全然違うんだねっていう風に解釈していました。で、まあ、その後、まあ、政治活動されたりだとか、いろんな、まあ、やっぱりこう周りから見て批判されることとか、いろんなことが多分報道されたりとかして、それが真実かどうかもわからないし、あのどう判断するかっていうのは皆さん自身が考えられることだと思うんですけれども、まあ、すごくギャップがあるんですね。私がその実際あの同僚たちから聞いた彼のイメージと、ネット上で言われているイメージがすごくかけ離れているので、まあ、本来どうなのか変わってしまったのか、そのあたりは全くわからないです。ですがあの、まあ、私があの聞きを読んでる限りでは、あの本当にその、まあ、愛情深い人だったっていうことをあの、まあ、印象として持っています。でそれを、裏付けるかのように旧姓では彼は子どもの時自国土性っていうのを持っていて、すごく母性を実は内面に持っていると思います。だからこそあの今演説をしていても多分すごい共感力があるのはそこら辺から出てきてるのかなと思います。で自国土性っていうのは、母なる、まあ、力というか母性を持っていて、人を育むとか教育するとかっていうことに長けている星なんですね。それを内面に持っていらっしゃる上で、で今新しくあの八白土星っていう大きなすごい、まあ、確固たる自分の意志を貫くっていう、そういう星回りになっているので、あの今の例えば教育に関することであったり、その政治に関することであったりっていうのも、あの彼が内面に持っているそういう自国土星のキャラクターを今固くして、それを八白土星の力で押し出しているんだなというふうに感じました。なので、まあ、今回の結果がどうなるかっていうのは分からないですけれども、あの、まあ、彼らしい活動をしていらっしゃるなと旧姓からは読み解くことができました。はい、まあ、これが皆さんにとってね、あのどんな、あの何でしょう、印象になるか分かんないですけれども、ご自身で皆さんで判断していただけたらいいかなと思います。はい、はい、というわけで本日はですね、山本太郎さんを旧姓気学で分析してみたっていうのと、まあ、山本さんはまあ昔からですね、あの、まあ、ワイルドというかアグレッシブで、いろんな、まあ、ダンス甲子園とかっていう活動に参加されるだけじゃなくて、まあ、男気もあった、そう、あの乳児院に訪れてきてくれた時も、まあ、そのちゃんとね、紳士としての振る舞いもできる男であったということを、まあ、皆さんにもシェアしたくて、今日はこういった放送になりました。というわけで本日はこういった内容、参考までに。